サッカーファンの皆さん、お待たせしました。試合開始を前にスタジアムの上には気持ちよく晴れ渡った空が広がっています。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎えしています。ノックアウトラウンドのセカンドレグとなるこの一戦、スタンダールリエージュがユトレヒトと戦います。ホームチームはファーストレグで大敗を喫しただけに、ホーム戦となるこのスタジアムにもやや嫌なムードが漂っているようです。早い時間に得点を挙げられればサポーターももっと盛り上がってくれるんじゃないでしょうか。このチームはピッチ全体で相手にプレスをかけてフリーでのパスを出させないプレーが得意ですね。今日のラインナップからもそんなスタイルが見込めるのではないでしょうか。そうですね、よほどボールコントロールに長けていない限り圧力を受けたチームのプレーは乱れミスにつながりますからね。今日もとことんプレッシャーをかけていくはずです。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。タックルでボールがこぼれました。ゴールは見えるか。このシュートは入りません。完全にゴールが決まったと思ったんですが、どうしたんでしょうか。うまく読んだインターセプト。ボールは相手に渡りました。おっと、これは面白い。入った。先制点。早くもスコアに動きがありました。このゴールによってファーストレグとの通算スコアで相手をリードしました。別の角度からご覧ください。相手ボールになります。ここからどうするのか。これは見事なパスカットです。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。ここはインターセプト。しっかり予測していました。このパスは読んでいました。スペースに見事なスルーパス。裏へ通った。バーツラフ・チェルニー、止める、止めます。メフディ・カルセラ・ゴンサレス、仕掛けてくるのか。石原、このシュートは全く枠へ飛びません。
コーナーを狙ったんでしょうが完全にずれてしまいましたね。ボールは相手に渡ります。いいところを見ていました。ピンチが続きます。これはチャンスだ。副審がオフサイドの判定。これは惜しかった。このカットは大きい。しっかりと奪いました。メフディ・カルセラ・ゴンサレス。いい位置です。狙える位置です。さあカウンターを仕掛けるか。ここはディフェンスの戻り。これはよく見ていた。セーブ。素晴らしい反応速度でしたね。ボールをよく見ていましたよ。オルブライトンのコーナー。このクリアは小さい。中盤でボールをカットしました。前が空いている。素晴らしい読みでインターセプトしました。サイドが空いていますね。サポートの選手がいます。鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。これは見事なインターセプト。素晴らしいスキルで抜いてきます。守りきれるか。レフリーの笛が鳴って前半。後半のキックオフです。あ、危ないですよ。どうだ。このシュートは大きく枠の外。丁寧に狙ったようですが逆に力が入ったかもしれませんね。石原貴吉、素晴らしいボールです。気は抜けない展開です。ここで笛。プレーを止めます。イエローカードです。さっきのプレーに対してでしょう。選手も自覚していたはずです。このボレーは大きく外れました。決まっていればスーパーゴールでしたがタイミングがうまく合わなかったようですね。試合前にニュースがありましたがアーセナルが選手を獲得しました。はい、いい選手を獲得しました。今後の活躍に期待しましょう。シュートまで持っていきたい。キーパーファインセーブ。これを止めますか。コーナーを得ました。点差を広げられるでしょうか。パンチングで止める。真ん中にクロスを上げた。これはポストだ。このボールは相手にクリアされました。大幅な変更は吉と出るか凶と出るのでしょうか。マーカーを抜いた。ボールはカットされましたがまだチャンス。試合が止まります。オフサイド。これは面白い。キーパー止める。間一髪のところで素晴らしいセーブを見せてくれましたね。チームにとっても頼もしいでしょう。コーナーキックが入ります。ちょっとクリアが小さいか。オルブライトンのコーナー。
サイドをえぐって中を見る。ボールは相手に渡りました。打った。このシュートは決まりません。はい、先ほどの得点とは違って難しかったですね。コーナーからエリア内へ。何かしてきそうですが、ボールをクリアしました。何を狙うのか。ボールを失った。いい位置です。入るか。キーパーが外に弾き出しました。またもコーナーキックです。オルブライトンのコーナー、クリアしきれません。シュートは入るか。このシュートはわずかに枠をそれました。力を抜いたいいシュートでしたが、少し運がなかったですね。このパスはカットされました。プレスがかかりました。苦しい試合ですが、ホームのサポーターの歓声は大きくなっています。選手たちにもよく聞こえているはずです。このまま黙って負けるわけにはいかないでしょう。ここを起点にできるか。仕掛けてくるのか。このまま行きたい。見事なセーブで追加点を許しません。キーパーはまだ諦めていませんね。その気持ちがチーム全体に伝われば、ここから逆転もありえますよ。オルブライトンのコーナー、可能性。キーパーが飛びついて止めた。いいタイミングで飛び込みましたね。もう一度コーナーキック。キャンベー、キーパーのファインセーブ。入っていたら勝敗が決まっていたかもしれません。このセーブは大きいですね。ゴール前に入れた。クリアが小さい。ボレーシュートを狙いましたが、枠を大きく外れました。いいタイミングに見えましたが、ゴールへ飛ばさないと意味がありません。ウチェアグボ、ここか。スペースを見る。キーパーファインセーブ。これを止めますか。リードしたまま試合は終盤。このコーナー見事なセーブ、入れさせない。チャンスにできるか。ディフェンスの対応が光ります。これは見事なインターセプト。ここからどうするのか。試合終了の笛が鳴り響きます。この結果によってチームは次のラウンドへ進出しました。自信にあふれた戦いぶりでしたね。圧倒的な力の差を示した勝利でした。